井うえまーでございます。ノーミルク砂糖です今日はってみましょう。ミルアカミルサッカーアカデミーサッカーもっと楽しみいただい。こちらです。ドン出た大樹のプレイ先はドイツ A 点移籍候補10戦おぉ、10戦も言ってくれる。<laughs> そうなんすよ。また動きありましたそうなのよ。LINE ね。だからまあ3ヶ月後ぐらいですけど、ブンデスリーガーに新たに降り立つそうな日本人選手が10人もいるの。えぇ、ー、えぇ、ー。<laughs> すご,くないすごいですね。初耳がそんなにあ <laughs> そうなのよ。いやもうちょっとこのサムネだけで、エンブレムだけでびっくりしてます、顔と。そうですよね。ほんとに。うん、そうなのよ。うん、まあ、てことで、じゃあ誰が、まあ2人ほどもうすでに分かってますけど、誰がどこにっていうところを今日は説明していきたいと思いますま皆さん、今日もお願いします。は毎日やっております。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい。てことってこちら10人です、ドン。はい。<ん> まあ10人って言っておきながら上6人出して下4人まだ出してないんですけど。隠してるあれは。はいはい、はい。隠しております。まあ下の方はちょっと後で説明するとしてしま、まず上の6人からいきたいと思います。はい。はい、まずは表紙組の2人ですね。うん、ええー、まずはフランクルトに、どうやら中村啓斗選手が、と。うん、あのー、今ね、オーストリアンラスクリンズというところで戦っていて、今ちょっとプレイオフとかもやってる最中なんですけど、うんうん 今ね、ゴールとアシスト足した数字で言ったらリーグ2位ですよ、まっさん。すごい、ね。13ゴール、4アシスト。うん、で、今、シュート数に至ってはリーグ1位ということで、<ー>そんな選手いなかったですね。ーはいはいはい。スン通してシュート数でリーグ1位。いね、1> うん。で、あの、三笘選手のブライトンとか、あと伊藤淳也選手のスタッドランスっていうチームが、なんかどうやら中村選手の獲得にってずっと話は出ていたんですけど、はい 最近ね、あの、かなり具体的な話でフランクフルトっていう名前が出てきておりまして、あの、いわゆる遺跡金だとか年俸だとかって話がもうまことしやかにというか具体的な数字までも明ら,明らかになってるところがあるみたいで。うん、で、ケイト選手もどうやら今月末かな時点で、いわゆるオーストリアの自分の、あの、お住まいにな,れなられているところも出るんですって。うん その契約までもう終わったっていうことが、なんかどうやら現地の新聞でも出てるらしい、えー。すごい情報がまた。ねえ。はあ、まあなんで遺跡は確定って今までも言われてましたけども、うん、こんなに具体的になってるチームって今までなかったなーってのもあるので、うん、フランクフルトちょっと濃厚なんじゃないかと。楽しみだなー 面白そうですよね,ね。田中碧選手もだって来るかもって話なんでしょでもう、てこずで、じゃ、うん、せっかくなんで、田中碧選手の方にも行こうと思いますいやいやまあ、みんなそっち気になってるからね、もう見えちゃってるから。<laughs> それ一緒に喋ってくださいよ。はい。はい、で、田中碧選手ももともと、うん、あの、ワールドカップ終わった段階で、うん、とある一部チームへの移籍がもう有力だって報道が出ていたんですよ。で、まあ、ちょっと残念ながら今、今ね、お怪我しちゃったところはあったんですけど、はい その時に今の中村ケイト選手と同じように、あの、大体遺跡金が7億以上あるんじゃないかとか、うん、それがフランクフルトなんじゃないかってこともいろいろ取り出されてはいたんですけど、最近だってやっぱりこちらも具体的な名前が出てきて、やっぱりフランクフルトだと。あの、マッコととセベとは縦関係を組むだろうみたいなことも言われてるぐらいなので、 なんかおそらくは鎌田選手が担ってたシャドウとボランチのポジションをまあ日本人2人で埋めていくことになるんじゃないのかななんて。えー、いいですね、それでウイン,ングにね、高村選手とそうれるるわけですもんね。ちょっとこれ、本当に起きたら楽しみだなと思いますしね。うんうん 重鎮、長谷部誠さんも、この間、あの、ポカールですかね、はい、まあさ、あの、決勝にフランクフルトきましたけど。うねうん、なっけ、ポカールのデータが取られて以降の話だと、うん、長谷部選手の、その、まあ、鎌田選手のアシストのやつですよね。はい。あれがいわゆる歴代最年長のものだったみたいな。お すごいことだなと思いますね。すねね違いないでございます。うんうん、まあ日本人がな人見やすい環境を作ってくれてますもんね。これね安心ですよね。そうですね。間違いないと思いますね。うんうん、はい。はい、そして続いて二段目で菅原幸成選手でございます。ああ、ドルトムント。そうなのよ。うんうん、まあやっぱりドルトムントはね、やっぱり若手を重宝することでも香川選手の時代とかからも有名ですけれども、はい、まあやっぱあのね、ちょっと一つデータが出てまいりまして。うん あの2000年生まれなんですよ、菅原選手ってはい、はいで。その2000年生まれ以下の選手、特にディフェンダーの選手の中で、はい、欧州全土の中で、得点関与率が3位っていう記録なんですって、菅原選手が。関与率。はいまあ、要は,とはあの、ゴールとかアシストにも直結してるとかってことだと思いますけど、要は、ディフェンダーなのに、得点に関与直結できる能力値を持ってるってのは、やっぱりなかなかないものなので。うんうんうん やっぱアタッキングサッカーを標榜するとドルトムントでもありますし若いっていうところからもしかもヨーロッパでの経験もすごく多いですからね<れ>菅原選手は。ついに来ましたね。一気にブンデストップクラスの豚に行っちゃうんじゃないか。うんって 状態になってます。本当ですかこれお願いしますよ。もう期待しちゃってますからね、こっちは、先生。まあでもね、第では、はい。去年もね、あの、ほとんど AZ の試合の功績で、ほぼ全部に出たっていう選手でもありましたし、今年のね、3月の代表戦でもちょっともう主力というか、右サイドバックのスタメン取ったんじゃないかってぐらいのレベルですから、もうあとはチャンピオンズリーグとかの舞台でね、あとは見せてくれることをね、願いたい。本当、期待しちゃいます。ねはい。 そしてその下もというところで、うん、えなんと伊藤純也さんんでですす、うん、動くそうな実は伊藤選手今フランスはスタッドランスというチー,ムとチームにいますけど、はい、よくよく考えればそして見るカの動画を皆さん1年前まで遡っていただければ。うん 1年前も思えばレバー空前って伊藤選手呼ぼうとしてたんですよね。で今スタッドランスが競り勝ったって感じだったんですけど、うん、結局ベルギーからフランスいわゆる5大リーグにステップアップしても伊東純也選手の能力値って結局そのままというかはいはいやれるとという、ね、ことがねそうそう見せつけてくれたんですよ。うんうん でレバークーセン、年あの EL か来年 ECL、どっちかはいけそうなんですよ、このままいけば。だんでヨーロッパのカップ戦戦っていく上で、伊藤の力が必要だっていうところで、あの今、ね、現場がフロントにかき合って、お金を出そうみたいなこと今、かき集めてるみたいな話が上がってるみたいです,すごいですね、日本人獲得のように、金をかき集めてるそうですからね。 よくそんな入ってきまますすねありがとうございた、ね、だ他のチームもどうやらやっぱり獲得にまた名乗りって話もあるみたいなのでまた伊藤争奪戦が繰り広げられるということになりそう,うそして今度は右側の2人ですね、うん、え福田選手とチェイス・アンリ選手の2人でございます、うんうん、え彼らに関してはいわゆるもうねブンデスの所属チームがあるわけですけれども来シーズン中にトップチームに来るだろうなというところでここを挙げさせていただきました。なるほどはい まず福田選手なんですけど、今、あのたった2か月ちょいでチームのエースになりました。いねアンダー19チームのと、まだ4か月前は、うん、選手権でしたね、彼は。まだブンデスとの契約はしたけども、うん、まだ投をする前の段階でした。で、1月下旬に行って、2月の中旬ぐらいから試合に出始めたって感じだったんですけど、うん、あのたった2か月ぐらいで、あの公式戦、柔軟点みたいな感じで取り始めちゃったんですよ。 福田選手がなので,で、チームの他の選手の皆さんから、福田に集めれば大丈夫だみたいな感じにどうやらなってるみたいで、<laughs> へー。でだから、通して2か月くらいの段階、3月末とか4月頭の段階で、今、彼はアンダー19のチームにいるんですけど、うん、すごいアンダー23のチームに2段階特進ということ,ういくことが決まったと先生、これ、福田選手って代表呼ばれないんですか、アンダー20の。 僕はあると思うんですよね。あ全然、急に通した段階だから、いきなり呼ぶのもなーってなので、最近呼ばれてなかっただけだと思うんます。けどハマればね、ワールドカップは今度あるでしょう。そうなんですよ、うん、アンダー20あると思ってるんですけどね。うん、さて、どうなるかということでございます。うんうん、そして、もう一人、チェイス・アンディさんもまさにそのアンダー20のワールドカップがあるぐらいの選手になるわけですけど。うんね、はい えー、ツイス・アンリ選手に関しては僕ね、来年トップチームだと思ってますもんね。というですか、それはちょっといろんな事情もあるんですけど、うん、それ伊藤博樹さんや遠藤航さんが移籍の可能性が高いんですって。ああ、残れなかった場合です、一部に。まあそうですね<ー>ってなってくると,、うんとか、そもそも市場価値がめちゃくちゃ高いから、他のチームから狙われてるのもあるんですって、2>, うん、2人に関しては。うんうん ってことはセンターバックとボランチ枠が1枠ずつ空くので、そのセンターバック枠にチェイスアン僕はあるんじゃないのかな、うん、伊藤弘樹さんがそういうので1回上がりましたからね、まさにね。ああそうですね。そうだ、チャンスはあるんじゃないかなと思っております、うんうん。なるほど。はい。ってことでここまでが6人でございました。うん、じゃあ、ここからの誰だのに左上は誰だ <laughs> 誰なんだ <laughs> ということで、じゃあ、左上からまず、その方、せーの、たんなんだって、うわー、バイエルンじゃないや、ドルトムントそうなんですよ。え、そんなお話がわくわくするじゃないやっぱドルトムント、今年し、優勝の可能性がだいぶあるんですよね、リーグね。バイエルンと今、最後まで争ってるところなので。はい で、その中であ所属するベリンガムさんがレアルに移籍しそうだとか、はいはい、で、あと結局鎌田選手はボルト,ルトムントを蹴ったみたいな話もあるので、結局、はいはい、じゃボランチが一枠絶対飽きそうなんですよ。で、どうやら鎌田アウトっていうアウトとか、鎌田辞めたところで違う人に行ってるんじゃないかって話が現地であるんですけど、はい、その候補の一人で見染められてるっぽいのが、 フリりマツキおおすげえ。すげえ。す,げーすごいよね。うし、東京から直前。そう。行っちゃうかもしれない。おぉ、これどのぐらいの情報なんですかあの、まあ、正直でも彼に関してはこれからアンダー2 0ワールドカップがあるんで。ああ<ー>、でき次第みたいなところもあるんだそう。だそこでの活躍次第での最終リストアップになると思いますけど。えー かかなななりり角度はは高いいんじゃないかなとここに関してて思っております、はい、何年か前にさ、あもう0年ぐらい前から、うん、高橋真治がいたとき活躍してくクロップ監督がインタビューしててさ、えー、長年の番組で、うんうん、テレポーターが日本人の活躍はどう見てますかみたいな、日本人これ,これからもあります、えー、なんて言ったらもう冗談みたいにクロップも笑いながらさ、うん、じゃあ取っちゃう、うん、?FC 東京辺りから取っちゃうみたいな。<laughs> 冗談じゃなくなってきてもう何日本のチーム多分そのぐらいか知らなかったんでしょうね藤井とのことあるんでしょうみたいなうん、うん、あそれすごいですねいやりやりになってまいりましたねうん、うん、さあ今度は左下いきましょう、うん、今度は誰でしょうかこのカラーということでこのチームからド、うん、ン関川育真、ま、うんシャルケ。そうなんですよ<ー>あのちょっとドイツで語られるとか最近のヨーロッパ変わってきたなと思うんだ あの、ネクスト誰々って言われ方あるじゃないですか。うん、昔でもほら、阿部勇気選手が合わせベッカムとか言われたりしたことがありましたけど、関川選手がね、言われるネクスト板倉こうみたいな感じで言われてるっぽいんですよ。要は、日本人がそのままって例えられるというか、うん、なんかそんなことになってきていて、やっぱシャルケは板倉選手、吉田選手とこう、2年連続でシャルケ日本人センターバック続いてるじゃないですか。はい 今、残留できるかどうか分かんないという状況ではあるんですけど、やっぱり取るんだったら日本人のセンターバックいいんじゃないかってことが、まことしやかにここもささやかれてるみたいで、うん、なかなかこちらもね、お金がないっていうところもあるみたいなんで、そこは気になるところではありますけど、うん、日本からちょっと取るのはいいんじゃないかみたいな話がね。なんか、セカ、まあ、ンドの場合も、バチっと鹿島にハマってやれけっていう鹿島の人、怒りそうな感じします、ね、まあね。<laughs> うん でも、ただやっぱ空中戦の、こう、力強さっていうところだったりとか、素晴らしいですよ、素晴らしい。ね、ま、研究の強さだったりとか、あとやっぱ縦パスのその正確性っていうところは彼はすごく素晴らしいのがあるので、そういうところだから、まあ、データ的にこう、多分見つけられてるってところはあるのかな。あきな感じしますけどね。間違いないですね。はい。はい。そして、この右上でございます。次世代型万能役。さて、誰なんでしょうん。この方です。ドン。山根一。おいほいほいほい。 はいまあ、昔、ラームさんとか、今でいう公妃さんみたいな感じでちょっとたたえられてそうなところはありまして、もともと山根選手はあのボランチの選手なんですけど、高卒2年目ですね、ボランチやりながら、今年はサイドバックなんかもやっている、両方とも高い次元でこなすことができていて、特にアンダー20の方だったら、松木選手に次ぐ主力みたいなところになっていたりしますま、ファイター役もできるだけじゃなくて、パスで散らすこともできるみたいなところもあって。 ちょっとあの、新しい形なのは、なんか、はじゃないかみたいなところも言われたりしてるっぽいところあります、ね。は、うん、すべまですかこれは。そうなんですよ。はすさんも第一歩そこで踏んだんじゃなかったりして、ね、そうなんですよ。だから、もしかしたらそういう系譜で取りに来るなんてこともあんのかななんて思ってますけどね。 ちなみに他にもそのネクストアセベが日本にいっぱいいるぞみたいなことを実は言われていて、あの川崎の立花田選手とか、あと京都の川崎壮太選手、あと同じくマリオスの藤田ジョエルチマ選手あたりもどうやらなんかドイツ、いろんなチームがなんか見てるんじゃないかって話があったりします。はい。となった上で最後の最後にそんな本当にネクスト汗部誠。言った中にいるの まあでもね、これ、その後に、今言った中、意外にもう一人いるんですよ。あそれそうだよね。隠してる人いっちゃうわけないよね。そうなんです。ってことで、最後はこの人、ドン、伊藤敦樹。はほなるほど。浦和レッズの現状のボランチ、主力ボランチですね。へえシチュチガルツ。そうなんですよ。あの、やっぱね、伊藤選手といえば、やっぱり浦和の街で育って、それこそ浦和のね、それこそコアサポーターの中にもいた方からの。 うん、チームの,この主力ってところまえ来られた選手ですし、しか、うん、もその彼がね、浦和来てから、この天皇杯優勝だったり、この ACL 東地区の制覇にも貢献してきた大きな存在ですよ。うん、だからもしかしたら、ね、彼自身も浦和でやりたいっていうのが一番の選手かなってのがあったんで、移籍願望がどうかってちょっと分かんない部分もあったんですけど、うん、ちょっとやっぱ、J1 でもそうだし、ACL でもそうだし、データ残してるってところがあって、ね、やっぱ海外のチーム的には、やっぱいいよねい注目深い。<laughs> そうなんでですよでやっぱりさっきのチェイス・アニ選手と同じじゃないけど、うん、やっぱり伊藤、遠藤とちょっと抜けそうだってところあるスツットカルトあたりがちょっと目つけてんじゃないかという話ではなってんのかなと思われますあと、プラス今、原口元気選手もいますからね、そうなってくると、裏は2人なんか揃うっていうのも、なんかちょっとね、ニコニコしちゃう部分にもなりますけどね、うん、はいということで、えー、来季、分す1部を初めて踏むんじゃないかっていう候補。 十に上げさせていただきました。いすごいですねー。ねえ<ー>。これどの程度実現すると思ってますか、まあ半分言ったらいい具合じゃないですか。<laughs> うん、これからまたいろいろ噂も出てくるっていうことなんですね。そうですね。どういうことなんですか、かのその。だからオファーはしてるのはもう百パーってことですか、はい。オファーかリストアップしたみたいなところだと思いますけどね。 いやー、でも、ただね、まあ、いなんでわかっちゃうんですかなんでわかっちゃうんですか <laughs> でも、半分以上の方々はね、うん、えー、それこそもう、向こうあの、ヨーロッパの方でも報道が、ちょこちょこと、こう、出てきてたってのもあるので、それをちょっと調べてみたらなんでわかっちゃうんでしょうね。 なんでなんでしょうね。なんか伝達事項があるんですかなんか記者の方となんかッカーを上げてくれてるんですかそれもあるかもしれないですよね。多少あるでしょうね。でもね、やっぱりメディアと持ちつもたれつですもんね。そうでしょうね。だかの場合もあるってことですね、もちろんね。まあそれもあるでしょうけど。注目されてる人私も手げましたたみいなまあね。全然いいと思うよ、でも。ねえ、あとただ、匹敵金とか、あとは年俸とかの具体的な数字があって、 てる方に関しては結構やっぱリアルで相場のポジションが空いてるとかそういうことでまあエビデンスというかそうでしょうねえを露呈してインにしてるってのもあるわけですよねでしょうねそういうのスパッとハマったりしますもんねそうなんですよねえまああとだからこれがねまあシーズンもうすぐドイツは終わるって形ですから今月かなえまあどうなるかまた注目してまいりましょうありましたお願いいたしますということでちょっとこうナゴムラケット選手はね。 エンブレムってびっくりしてますけど本人は初耳なんじゃないですか本人もね。トになりますね。もうね菅原選手はもうなんか納得してる感じですけどね。まあまあ知ってたしみたいなね感じです。どうもなでです。ごありがとうございました。ありがとうございました。明日も毎日やってます。見てください。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。井上真あでございました。尚美のさとうでした。どうありがとうございました。それではまた。